竹浪浩でございます。今年もこうしてこの場で、皆様方にご挨拶できますことを大変光栄に感じています。ご支援賜りました多くの皆様方に改めて厚く御礼を申し上げたいというふうに思っております。ねぶたは近年明かりと紙の彫刻あるいは明かりと紙の造形作品として評価が高まりつつあります。我々制作に携わる者としてねぶた独特の造形美を追求しねぶた本体の価値をもっともっと高めていくということこそが、祭り全体の発展につながるものと信じています。社会はこの先どんどん人口が減少していくというふうに言われております。都市を再生し町を元気にするには、産業開発や企業誘致もさることながら平日文化の力で町を元気にしていきたいということが大事になってくるだろうと思います。幸いは森にはねぶたがあります。このねぶたの力でこの町を元気にしていきたい、そのためには毎年ねぶたを作っていきたいというふうに思っております。これからもコツコツと精進を続けてまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。